いやなんかおめえらのなんか言ってる漫画が全然わかんない。逆にすごいな、世の中には俺の知らない漫画、何アダマスの魔女って知らねえ何その興味深いタイトル、アダマスの魔女、名前がいいわ、知らねえな。エロ漫画なんだ。エロ漫画、なんかちょうどいいエロ漫画がいいよな。なんか最初から最後までエロじゃなくて、なんか3と7の倍数だけちょっとなんかエロシーン来るぐらいで俺いいんだよな、ちょうど。もうねたまんないね、ああもうまだかなみたいな、あーくそまだかなって、あ5話はちょっと違った、6話はまあまあなんかストーリーが、7話では来たみたいな感じあると。もつぐもも、何つぐももって、ちょっと検索し、つぐもも、つぐもも、あロリじゃん完全にロリ漫画よ、つぐももは。いやでもね俺ね、ちょっと昼から本当に申し訳ないけど、そうだな、トラブルレベルのやつでも物足んないんだよね。トラブル以上が欲しいのよ、ちょっとだけ、ちょっとだけでいいから。うん、トラブルだとなんかあれなんだよな、あーってなんかキャバクラ行ったみたいなさ、気持ちになっちゃうっていうか、なんかそのガールズバー行った気持ちみたいな、あーなんかマットで40行こうかなみたいな、その後みたいな、寸止めミルキーウェイぐらいがいい。そうそうそう、寸止めミルキーウェイが多分一番ちょうどいいと思う。うん、そうだな、うん、マジでその通り、寸止めミルキーウェイが一番いっちゃう。だけどエロ漫画はさありすぎるんだよあれ。だってエロ漫画と、そうなんだよな、間が欲しいわ本当で。寸止めミルキーウェイがマジドンピシャ。週末のハーレム、あーなんかあったな。内容はちょっと全部網羅してないけど、確かあれだよな、パラレルパラダイス的な感じじゃなかったっけ。男しかいない、あーなんかね、まあ、まさにハーレムだよね、うん、でなんか子孫残してなんかそういうシリーズ増えてきたよね、そういうシリーズ。あれもそうだもん、確か今アイアムアヒーロー書いてる人誰だっけ、押見修造、あれ名前合ってる、その方が新しく書いたやつとかもそうじゃなかったっけな、なんか女しか生まれてないようなやつちゃったっけな、名前忘れた。逆？あ、間違えた。花沢健吾か。そこそ、花沢健吾。失礼、失礼、失礼、失礼。花沢健吾だ。うん。まあ、寄生獣はいいよね。寄生獣は、まあ、監獄学園もいいよ。てか、じゃあ、プリズンスクールはね、いい。何がいいって、いや、でも、ね、プリズンスクールはね、いいよね。あれは。うん。ただ、なんか途中で大運動会みたいになっちゃったのよ。なんかちょうどあったんだよ、花さんってキャラクターがいて、でおめこのことをメデューサと称して、なんかちょっといろいろあったんですけどね、それをメデューサをなんかこう、いじったりしたっけな、いやいじったりしたいな、うん、顎なしゲンのね、創作者なんだけど、あの作者やっぱ絵うまいからな。今最近だとあれ描いてるよね、なんだっけ、ローヒーロー、うん、あもう終わったわ、ローヒーローも終わったわ確か。絵がねマジでうまいの。じゃあ多分ね、満喫とか言ってアゴなしゲンの一巻見てみ、なんだろう、どんな絵だったっけ、なんかジャガーみたいな、ピュッと吹くジャガーみたいな感じだったんだな。ピュッと吹くジャガーのデフォルメした時のあのタッチっていうか。だけどこれ俺のあれね、感想ね、すっげえ最初意気込んで書くんだよ、意気込んで書いてるように見えるので、後半なんかね、打足になってんじゃねってちょっと思うような印象を受けるの俺は。そう、序盤めちゃめちゃ設定も絵のあの感じもいいんだけど、あれもそうだな、なんだそういう
クリムゾンが4000ページの同人誌総集編出してた。マジで4000ページも、4000ページってやばいな。クリムゾンな、クリムゾンさんしかも女性なんだよな確か。クリムゾンさんってさ、なんかしかもめちゃめちゃ可愛いんじゃねえか説みたいな確かあったよね。え、今 VTuber やってんの？え？え、マジで？へえ。そうそう、声めちゃめちゃ可愛いみたいな。なんでか、俺もなんで聞いたんだろう。俺より年上だと思うけどね。うん。そうなんだ。慶応卒なんだ。へえ。マジか。へえ。いや、クリムゾンさん、女性だったときビビったね。マジで。なんで、なんでだっけな。なんかそれもなんか俺、なんかのネットニュースかなんかで見たんだけどな。初体験10歳だし。すげえ。うん。すげえな。10歳ってすげえな。へえ。今でも早くなってるよな、そういう意味ではな。俺の、地域で俺の知ってる限りで早い人でも中1とか小6とかだったけど、今でも10歳とか割とザラにあるらしいからな。小学生で付き合ってるっていうのもあるし、うん、なんで昔の人間って早い頃やる、いや違くね、最近の子の方がなんか早くやってる俺イメージなんだけどな。知らんが、なんか知らんがっていうか、そういう話を聞いたよ。小学生で付き合ってるっていう。へえ、すごいね。小学生の、今寝取られが小学生で流行ってるか、すげえ世の中だわ。歪んだからそんな歪むわ、それは。おめえらが歪んでることもよく分かったわ、それは。ただ寝取られはいい。うん。されたくはないけどね。マジで。されたくはないけど。うん。されたくはないんだけど、人がされてんのはいいわ。周りみんな好きだもん、本当に。うん。なんだっけ、まあ寝取られか、寝取られ属性っていう、俺多分ないと思うけど、うん。懐かしいわ本当。なあよっちゃんにななあって、嫁とさ俺さクローゼットの中でさこうやって見てるからさって、嫁のパイをこうやって触ってくんねえかっつってさ。懐かしい、うん、なんできるわけないじゃんそんなね、できるわけないよねそんなね、イカれてるよね。なんかまあそういうお盛んな、お前でも今でも多分なんか言ってるのたまにな、なんか昔から言ってたんだよ、まっちゃんが俺の彼女とお話ししてるの見るとすげえ嬉しいってよく言った。そう、なんか仲良くしてるとすげえ嬉しいって。な、歪んでるっていうか、まーちゃんもそうなんだよね。まーちゃんも、うん、同じこと、同じような属性が、まあでもあるんだろうな、やっぱ寝取られ属性って言葉があるように。俺はマジでないけどそれは。純も寝取られ属性だな。うん。寝取られ好きみたいなこと言ってた気がするわ、確か。うん。あの3人寝取られなんだよな。3人でうまい具合にスワッパーすればいいのにな、だったらなって思うけど。てか、まーちゃんとヨッチがうまい具合にすれば、利害が一致するんじゃねえか。うん。